無機質な空の色、視界に広がる未来都市、のんきなクワガタは肩を張る、ここはどこだろう。このクワガタと慣れていただけなのに何が起きたの。パニックを起こしてた私には何度もクワガタに重複し続けた。戻れ戻れと叫びながら夜上で昆虫を襲う私に限界で穴みたいな髪型の警官がそこ通りやすしき歯並びの君と声をかけた。未来人イコールレックスを敷いて生きされたお前の祖先に異端がするぞ。平成現地は涙目で歌える。あなたに直視してるだけです。前滅びたクワガタだ。警官は巨額を顔に浮かべる。私の話を信じた彼によるとここは50年後の世界。この時代の君に会えたら多分変える方法がわかるだろう。彼は変色しずに私の家を調べ出し、なくてるとそこには私の孫が住んでいた。鮮やかに肌らびが遺伝子異常がている見せない下手のに無駄まりに似てる。平成現地は涙目で励ました。港としては非常に優秀だから、この時代のあなたはここにいますと連れて行かれた先は病院。夢一家にすると言われて今日でちょうど1ヶ月になるんです。老人のお顔はそれでも自分だと分かって未来の自分はこの時を待っていたかのように喋り出す。何も言わなくていい、言いたいことは分かってる。今全て教えればきっと今日死ぬ変えられるだろう。でも私が語るのはたった一つ。これなら君は何度でも何度も何度も後悔し、何度も何度も傷ついて、何度も何度も泣くだろう。でもその一つ一つ噛みしめて時が経つほど秘密の深水を見話しなたくなるから、何も知らずに帰りなさい。私はちゃんと幸せだ。